昔本当に昔話聞きながらこう薄暗い部屋の中にこう住んでたなっていうのをこう時々思い出すんですけど、本当にもううちも古い百姓家だと思うんですから、こう物を食べるっていうことがうんとこう大変だったんですね。まあありがたいことに戦後生まれではあるんですけども、本当にもう戦後すぐに生まれたもんですから、もう本当にご飯食べるまんまを食うっていうのがもう一番こう大変なことだった頃に私も生まれたもんですから、米だけは不自由しぬようにってこう幼猫っていう名前をもらったんですけど、やっぱじいちゃんがつけてくれた名前なんですけど、昔は嫌な名前だなと思ってたんですけど、今はもうああそういう思い出つけてくっちゃうのかなと思うと、ありがたいいい名前なんだなと思って、今は この名前でいがったなってこう思ったりしてます。でまあその食うの大変だなっていう話、からししの話っていう話聞いてみてくれるな。昔昔あったんだと、あっとこにおどっちゃどっかに早くに死にわがっちゃ二人の兄弟がいたんだと、姉はおさぐって言って13だと、シャーデの方はまだ9つ、太郎っつ名前だったと。二人はなんとも一緒のものな、バンちゃんに育てらっちゃんだと。バンちゃんは二人の孫めら育てなんねんだもんな、あっちこっち手間取り仕事やって、そうして米もらったり野菜もらったり、たまには銭ももらえる時もある。そうやって二人の孫なまんま食わせてたんだと。したって孫めらだってな、おさぐは13だから、近くの子守の手伝いなんとしてな、そうしてちっとばばの銭もらったり、太郎だってな隣近所の風呂の水汲みなんか手伝って、そしてちっとばりの銭もらってばんちゃんとこ助けてたんだと。ところがあっときばんちゃんな風こじらせではなんぼにも起きらんにくなっちまったんだと。毎日毎日の暮らしがやっとだもの、ばんちゃん寝込んちまっては明日の食うものにも困るようになっちまったと。したらばんちゃんもよくよく困ったんだべ、おさくんどこな枕元さよかったと。おさくなおらえでも一山向こうにうーんと金持ちのおんちゃまいらんだ、だからそこさ行ってばんちゃんがおっちまったからちっとでいいから銭と米と貸してくんちゃって、なんそうしてばんちゃんよくなったらすぐなすからって、そう言って買ってきてくろなっておさくに頼んだんだと。おさくははいって言ってな出かけて行ったんだと。ひと山声で言ったっけが、いやいや米蔵銭蔵麦蔵蔵いっぺある、うんとお金持ちのなおんちゃまの家があったんだと。いやよかった孝子だらばちっとバカの銭と米借りられんだなと思って、こんちはって入ってったんだと。おらいの番茶がおっちまって何ともしょねがら米と銭とちっと貸してくんち、番茶治ったらすぐなすからって言ったら、なんだって獅子頭みでなおっかね顔したおんちゃま出てきたんだと。なんだと、おらいではなただ寝てる年寄りに貸す銭も米もねえぞ、出てげ出てげって追い出されちまったんだと。おさぐはたまげで羽でな峠のどこまで戻ってきた現状何じゅしたらいいか分かんなくなっちまったんだと。このままうっちゃ戻ったらばんじゃなんぼが悲しむべな、うっちゃは戻りをねえべし、おんちゃまがええさは意味をねえべし、そうで歯でっちがって泣いてたんだと。そしたらバサバサって脅したと思ったら天狗様出てきやっただと。なんだ娘何泣いてんだつがら、おさくはな今金持ちのおんちゃまの前うちさ行って米土手にとかしてくんぜって言ったら断られちまったんだ、うっつは帰りを寝るし何じゅしていいかわかんねえって、まあおさくは泣くんだと。そうしたらな天狗、なあね俺がいいことおせっから泣くな泣くなって言うんだと。なおめえが住んでる村におちんじゅ様あんで、
しね、うん、あるそのお鎮守様の入り口んとこにはからししがいらったべ。その片っぽの獅子はあーんとくじられてらる、もう片っぽはうんってくじくつむってんな。明日朝げ早く起きて、そしてお宮様によくよく番ちゃんの病気が早くな良くなるようにって頼んで、それからそのあーんとくじあいてるお獅子のくじの中で手いっちみろって、うんと言うだんだがんな。そういうのまだわさーっつったと思ったら、どうさが飛んでちまったんだと。おさぐはあーいいこと聞いたと思って羽でうっさ帰って、明日の朝げは何の待ってでな。そうして羽で鎮守様さ行ったど、番茶の病気が早く早く良くなりますようにってよくよくお頼み申してから、そのくじあーんと開いてるからししんどこさ、からしし様助けてくんじゃなって、そのちんちって一見たんだと。そうしたらじゃ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 らん、じゃ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 んって孔明とジェニーがいっぺりできたんだと。いや、おさぐは喜ぶやらたまげるやらして、その銭と米と もらって戻っとな、ばんちゃんに白いまんまたいでやったり、魚買ってきて焼いでやったりして、そうしてからししに助けらっち暮らしてたんだと。そうしたらその話が一山越えた大金持ちの御様にも聞けちまったんだと。なにからししのくじさ手いっちゃら銭と金と出てくんだと。そんでは俺も行ってみんなんねって言って、はあ、佐久男どこに荷車引かせてそうして来たけど、そしてその御様のずんない手からししのくじの長さガッといっち、銭出ろ金出ろいっぺ出ろなんて言ってな、言っちゃっけが、米出っところが銭出っところがそのしし、あぐんってくじくつむちまったんだ。したら、はいでででででで、で早く早くこの手のけろって言ったって、なんぼにも、からししくじ開けねえんだと。で、早く早くつって、影や持ってこう、早くハンマー持ってこうとか言って、で、さぐ男一生懸命からししの頭をはだいなんだと。なかなかとんに、下現状、必死になってはだいだけが、パッカーンってとうとうからししぶっ壊しちまったんだと。そうしてその御様の手はのけた現状、そのぶっ壊っちゃ石みんな火の玉になって、一山越えた御様が山で飛んでって、銭蔵も米蔵も麦蔵も御様の前の立派な屋敷もみんな燃えちまったんだと。御様何にもモダンにくなっちまった、よくはったバチ当たったつ話なんだべな。今日一つ下げました。